ごろんとなってじゃれたり。ご飯が欲しくて欲張りになったり。自由気ままに過ごす猫たちが主役となるのが、明日2月22日の猫の日です。にゃんにゃんにゃんと猫の鳴き声にちなんでいますが、今年は2022年の2月22日で、2が6つつくので、それでスーパー猫の日になりますね。そう、2022年の2も合わせると、にゃんが6つつくスーパー猫の日。こちらの猫カフェでは、明日オリジナルグッズなどが当たるくじ引きを用意して、来たる猫の日を待ちわびています。100年に一度なので、やっぱり猫のお店としては一番盛り上げたい日になるかなと思います。そんな特別な日に、都内のショッピングモールでは猫をさまざまな形で楽しむイベントを開催。ココアパウダーでかたどった足跡に、クラッカーでできた三角の耳、最後にパンケーキの顔を乗せて完成したのは、猫の日限定スイーツ。食べて楽しめる店舗もあれば、猫を身につけて楽しむグッズを販売する店舗も。今年はニャンが続く特別な年ということもあり、初めて開催したというこの猫フェア。実際に猫が好きな方っていうのは本当にたくさんいるんだなっていうのは感じましたし、皆さんそれぞれで楽しみ方を見つけていただければと思います。東京原宿のキャットストリートすぐ近くでは、こちらには猫が祀られていて、そして横には猫の尻尾の猫みくじがずらりと並んでいます。おみくじにも猫の尻尾をつけるなど、猫尽くしの神社が登場。実は由緒ある神社の分祠なんです。鹿児島県にある観光名所仙巌園、その中にひっそりと鎮座する猫神社は、薩摩藩17代藩主島津義弘の戦にお供したといわれる猫が祀られています。ただ知名度はまだまだ低く、2が揃うということで、さらにやっぱりこの猫神社っていうのを皆さんに知ってもらういい機会かな。猫の日に湧く今、猫好きの人もそうでない人も興味を持つきっかけになってほしいと言います。続いて訪ねたのは都内にある宝くじ売り場。猫の人は縁遠いところにも思えますが、明日が泥目なんで、運気的にはいいと思いますね。同じ数字が並ぶゾロ目の日は運気が高まると宝くじを買う人が多いと言います。さらに、まこちゃん頼みの宝くじを買っていただいております。リアル招き猫と呼ばれる猫のまこちゃんがいるこちらの店舗。これまでに7億円を3回引き当てた強者で、ご利益にあやかろうと訪れる人もいるんだとか。実はまこちゃんのようなリアル招き猫と呼ばれる猫は各地にいるといいます。今度また2がたくさん揃うのはですね、200年後っていうふうに聞いてますので、この木を逃さず。今年以上ににゃんが揃うのは2222年と200年後。その前に訪れる明日の猫の日に期待が高まっています。